はい、どうも、こんにちは。ですね、昨日上げた動画あるじゃないですか。竹漏れ、束漏れ、バッサーとかについて思ったことっていうことで、ひいさまがね、また入れてくれて、いろいろ長く入れてくれてるんですけど、ひいさまはね、こうやって文章で入れてくれるんですけど、コメント。僕はその、文章でやっぱりこんなに入れれないので、動画で答えようかなと思うんですけど、いろんなポイントが今も読んでるんですけど、いろんなポイントがあるんで、ちょっとそれに対して話します。まあね、まず何を話すのかって、まず僕、ひいさまとね、対談するんですよ。告知も言いましたけど、まあひいさまは荒れるかもよ、みたいなこと言ってましたけど、まあ、僕はね、まあ、荒れないでほしいなと思いつつもですよ。あるんですよ、対談が。それがやる日がね、20日なんですよ。まあ、ひいさまも言いたいこともあるんだと思うんですよね。まあ、いろんな面で言いたいこともあると思うし、まあ、僕もネタは提案しなきゃいけないなと思ってるところもあるんですよ。まあ、なんで20日なのかっていうと、まあ、ひいさまがその日しか空いてないっていうところね。最近お仕事をね、頑張ってらっしゃるみたいなので、なかなか時間が取れないと。まあ、僕は YouTube ばっかやってるんで、いつでも合わせれるんですけど、まあ、そういうことで20日ってなったんですよね。で、まあ、20日までだと、まだ、まあ、あと、今から1週間ぐらいか。なので、まあ、1週間ぐらいあるんですけど、まあ、その1週間を利用してね、まあ、ちょっとこの場を借りてですね、キーさんもこう、ライドさん、ちょっと誤解されているかもしれないですね、っていうところから入ってきてるんですけど、まあ、多分ね、違う部分もあるんだと思うんですよ。考えてることに対して。まあ、当然ですよね。皆さん違うので。なので、ちょっとまあ、ひいさまに対しても、やっぱり違う部分なんかをちょっと、対談前にね、いろいろね、僕も動画で話すし、それに対してひいさまも反論じゃないけど、コメントいただきながら、ちょっと調整していきたいななんて思ってるんですよね。多分ね、ここの中でバーっと読んでて、何がちょっとひいさまが言ってることと僕が言ってることが違うのかっていう部分について話します。もちろん、竹もね、のことはね、好きなんですよ。最初から。もうずーっと竹漏れ推しなので。1年経ったじゃないですか。もう竹漏れになって。こいつが始まってもう1年ですよ。で、こいつが終わったのが3月じゃないですか。まあそっからまあいろいろコロナとかなっていろいろ皆さんもあったりとかもして、まあ、僕もだから、なんだかんだで1年ぐらい竹漏れの話をしてるんですよ。やっぱりね、それぞれ成長って見えるじゃないですか。もうもちろんあそこでモネちゃんとタケル君っていうのが初めてね、一緒のドラマで主演っていうところをやって、まあ大ブレイクですよ。大盛り上がりをしたわけですよ。特にモネちゃんなんて弾けたじゃないですか。で、世の中にタケモネっていう言葉ができて、タケモネタケモネってなって。そう、モネちゃんはすごく仕事の幅がね、広がったっていうところが僕はあるなと思ってるんです。タケル君もタケル君で、さっき僕も動画に上げた中にも、北川さんの記事ね。北川恵理子さんの、いいですか、記事っていうんですか。そこの中でやっぱ、タケル君っていうのはある程度、半分青いの時ぐらいまではもう映画俳優だったのが、ここ最近、義母の娘とか、あるいは、もうこいつですよ。あたりで、ドラマ、テレビとかドラマとか、そっちの方に戻ってきてる。でももちろんまた映画もね、同時進行でやっていくじゃないですか。で、ファーストラブなんかでもありますよね。で、まあ、ファーストラブはファーストラブで、また、それはそれでね、まあ、満島さんとのね、噂もね、まあ、出るんだと思うんですよ。それはそれで。で、それで満島さんのことを嫌だっていう人も、出てくるんだと思うんですよ。中にはね。でも僕は、まあ、さっきも、ね、この昨日も言ったように、満島さんってやっぱ魅力のある人だし、やっぱり、タケル君がね、そのドラマをやりたくてやったわけであって、んで、恋人、役っていう重要な役をやるわけだから、そういう噂立つのはしょうがない。それはそれで応援したい。まあそこでこの、もちろん竹真似推しをしていきたいんだけど、今後二人にとってね、どうなんだろうなと思う気持ちも出てきたっていうことなんですよ。仕事の幅がね、どんどんね、広がってきた二人に対して、まあ、ずっと一年間竹真似竹真似ってなって、こっから先もまた竹真似縛りをね、ひいさまはそこまでは言ってないと思うんですよね。竹漏れ縛りをしようっていう、そこまで過激じゃないって話を。それが過激なファンなのか、過激じゃないのか置いといて、その過激のラインをどこに引くか分かんないじゃないですか。どっからが過激、どっからが過激じゃないっていうのは分かんないけど、少なからず竹漏れっ
ていうことをあまりにもこう僕が縛りすぎてね、それが過激に言わないにせよ縛っちゃってんじゃないかなってちょっと思い始めてきてる自分がいるんですよ。モネちゃんとかもね、いつまでもタケル君タケル君って言われて、そこがベースになってしまってると、誰かとラブシーンをやる時にもやっぱりタケル君のことがちらつくわけじゃないですか。そうするとやっぱりね、僕としてもね、タケル君と比べてしまう部分もあるので、集中できんのかなとかね、まああとモネちゃんのイメージ的にもどうなのかなっていうところとか、まあ過激か過激じゃないかは別にして、中にはやっぱりタケル君に噂が立つれば 立ったっていうだけでね、モネちゃんがかわいそうっていう声もよく聞くんですよ。それってね、僕はね、なんかね、なぜモネちゃんがかわいそうなのかなっていうところがあるわけですよね。まあだって恋人宣言をしてるわけでもないじゃないですか。もうどちらかっていうと僕らの憶測でこうなってほしいなっていうところがあるわけであって、で、タケル君がそういうふうに噂も立つのっていうのは別に、そのね、てっちゃんとかは火のないところに煙は立つ、立たないみたいなことを言うやつもいるかもしれない。でも、火のないところに煙を立たせるのが芸能界なわけですよ。僕からするとね。だって遊んでなくても、共演しただけでも、まあ、僕なんかも含むような YouTuber みたいなとかネットニュースで稼いでるやつっていうのは、火のないところに煙を立たせることでその人たちの収入になるわけだから、本人の収入になるわけだから、いかに火のないところで煙を立たせて、それでそれをバズらせるかっていうことに命をかけてる奴らっていうのはいっぱいいるわけですよ。みんなが書いてるような、みんなが言ってるようなことをやっても、あまりバズらないじゃないですか。ただ、突拍子もないことをネタを考えて、嘘を800並べてやって、ドカンと活かせる。っていうところが、儲けるっていうところもネットっていうのはあるので、ですよね。でも、信じる人もいるじゃないですか。タケル君がね、また遊んでるのとか。また遊んでるのモネちゃんがかわいそうっていうところにこうトン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 って言っちゃう人もやっぱ中にはいると思うんですよ。僕が言いたいのも多分そういうところはもう1年経ったのであるんですね。まあもちろん竹モネは見届けたいというか見守りたいですよね。見守りたいんですよ。静かに。何かあったらあれですよ。相性とか言うし、動画の、僕の動画のね、もうそれはもう最強の僕の動画の中で竹モネは最強コンテンツなんで言ってはいくんだけど、2021年にの竹モネっていうんですか、2020年の時の竹モネに対する僕の思ってる感じと、2021年これからの竹モネに対して僕がどういうふうに思っていくかっていうのをやっぱちょっと変えなきゃいけないかなってちょっと思ってるんですよ。まあそこがまだじゃあどういうふうに変えていくのかなっていうことがはっきりとしてないんですが、本人たちの仕事の幅、成長度を見ていくですかね。まあ、竹田君もともと成長してる人なのかもしれないけど、モネちゃんの成長度とか見てって、明らかにね、1年前よりもモネちゃんは、価値が上がってますよ。女優としての、タレントとしての価値が。その1年後のこの成長して、タレントの価値が上がったモネちゃんと、じゃあ竹田君がね、1年前の竹モネって言われてる状態と同じでいいのかっていうところも、ちょっと僕は若干違和感があるんですよね。やっぱり僕、見てる側、竹モネを応援する側も、本人たちの成長とともに変わるべきなんじゃないかなって思ってるところがあるってことですかね。変わらずね、竹森を応援、1年前と同じ応援の仕方じゃなくて、竹森を応援するっていうことに対しても、対してなんだけど、竹森応援の仕方に対しても、こっち側も成長して1ランク、本人たちと同じように、ランクを上げて応援していった方がいいんじゃないのかなっていう気持ちの動画なんです。今度の対談の、までにいろいろディスカッションをね、喋りをこう、ボールを投げ合っていこうかななんて思ってる最中です。まあ、そんな感じです。ではでは。